これ入っちゃったりしてね、あ、きついかも。あ、入る入るぞこれマジかマジかこれ。お疲れ様です。岩秀チャンネルの秀です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、作業動画ではございません。以前、大江戸ツリーサービス様よりね、ケブテック電動剪定バサミ KT940 の延長ポールセットをご提供いただきました。その時にですね、延長ポールのポール部分、こちらのね、収納にちょっとね困っておりました。そこで少しね、その棒の部分ですね、棒を収納するようなねケースを探していたところ、なんとなくね良さそうなものを発見しました。そちらをね購入して、実際にね収めてみようと思います。実際に購入したのは釣竿のケースでございます。全くね、釣りとはね関係ないところなんですけれども、どんな感じでね収まるのか、実際にね、収めてみたいと思います。ちなみに道具は増えすぎておりまして、長尺物の道具に関しては室内保存に今なっております。どんな感じで収まるかちょっと見てみたいと思います。それでは動画の方行ってみたいと思います。動画の方スタート。使えるものは何でも使う。こちらがね、延長ポールになります。ケブテック、KT940 延長ポールですね。こちらがね長さが1380から90ぐらいあります。これを収めるケースを見つけましたのでご紹介したいと思います。今回購入したノーブランドのロッドケース、釣竿のケースですね。長さはね外寸で長さちょうど1m50になります。実際の商品はねこんな感じで2つね入れる場所がついてます。開けてみるとこんな感じ、結構広いです。こんな感じですね。で、まあざっくりなんですけれども、高さ的にどうでしょうね、片っぽ20センチぐらいはあります。で、厚みはどうなんでしょうね、外寸で10センチぐらいです。意外としっかりしたね生地になってます。で、外にね長めのポケットついてます。幅は内寸でおそらく9センチ5ミリぐらい、深さが、あ、結構ありますね、105センチ、厚みが4センチから5センチっていうところですね。もともとは釣り竿を入れるケースになります。ではね、実際にこのポール入れてみたいと思います。規制を上げている犬、撮影進めていきたいと思います。こんな感じ、お、入るね。あ、これはいいね。
あ、収まります収まります、余裕で収まりますね。こんな感じでしっかり収まりました。まあかなりね余裕ありますね、いい感じだと思います。こっちにも入るし、まあこちらにもね、どちらにも入ります。ああいい感じだ。あ、そうだ、面白いこと思いついた。これひょっとしたらマキタのポールヘッジトリマーもいけちゃう？早速試してみたいと思います。ということでですね、早速持ってきましたマキタのねポールヘッジトリマーです。なんとなくね収まっちゃいそうな気がしてきました。やってみたいと思います。はい、それではね早速行ってみたいと思います。まあねこのポールヘッジトリマーのいいところはこういう風にね折りたためるっていうのがねいいですよね。どうだろう、きついか。あ、入った入った、これで閉まれば OK。あ、入った。あ、これはラッキーだな、入りました。今この中にポールヘッジトリマーと電動剪定バサミの延長ポール両方収まりました。いや、これはいい意味での誤算ですね、いい意味での誤算で。ここにポケットついてるんで、ひょっとするとひょっとするな、これあのポールヘッジトリマーのチップレシーバーです。あの枝をね、買った枝葉をこう寄せるための寄せ板です。これ入っちゃったりしてね、きついか。あ、入る入るぞこれマジかマジかこれ。まあここまでねドンピシャで収まるとは思いませんでした。これあのマキタのねポールヘッジトリマー持ってる方はこの釣り竿ケースいいかもしれませんね。実売価格ね、ネットショップでこれ2000円前後だったと思います。2000円でね、これはコスパいいですね。あのもしヘッジトリマー、ポールヘッジトリマー牧田さん使ってる方でこういうケース迷われてる方は一考の余地あると思います。私はねこれ大変気に入りました。そうですね、他にもね150センチ以下の長尺もの、長尺もののね収納で迷われてる方はねうまくすれば収まる可能性ありますんで、検討してみていただければと思います。いや、とても良かったです。実際に持ってみるとねこう持つこともできますし、ここにもね取っ手がついてますんで、まあ、ちょっと今こっち重くなっちゃって逆さまになってますけど、こう持つこともできます。まあ、あとねこうやって担いで、まあ、これが一番無難ですかね。持ち運びはこんな感じで運ぶことになると思います。まあ値段考えればねめちゃくちゃコスパはいいと思います。マキタのねポールヘッジトリマー、もしくはケブテックの延長ポールお持ちの方、あと長尺ものの収納に困っている方、結構ね汎用性ありますんでチェックしてみてください。現場からは以上です。
マジでこれ買ってよかったな。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。長尺物収納のね、釣り竿のケース、うまい感じでね収まりましたね。それでですね、その副産物といいますか、マキタのねポールヘッジドリマーまでね収まってしまいました。これはねひょっとするとケブテックの延長ポールより、マキタのねポールヘッジドリマーを収納する人の方がひょっとしたらね多くなっちゃうかもしれませんね。これもしね参考になるようでしたら、どちらをお持ちの方、マキタをお持ちの方、あとケブテックをお持ちの方、両方の方ね、使えますので、参考にしていただければと思います。今回はねこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですねこの動画をご覧になった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このねおっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですねコメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。余談になりますが、私昔職場の仲間と釣りに行ったことがあります。その時に、海に向かってね、リールをこう竿をピューって投げたんですよ。で一生懸命こう巻くと沖にいた、カモメも一緒に、ね、すごい勢いで来ました。早く巻くとね早くビューって鳥が水面をね来るんですよ。なぜか残念なことにね鳥の足に、糸が引っかかってたみたいで、かわいそうなことしてしまいました。それ以来釣りはやっておりません。